新バラエティの企画は面白いけど、あれに似合うキャストがなかなかいねえな。インパクトあって視聴者に受け入れられて、かつ華やかな人材がベストなんだが。それだったら適任のユニットありませんか、プロデューサー。ん？そんな奴らいるか？新しい地図っすよ、新しい地図。元スマップの稲垣吾郎に草薙剛に香取慎吾、彼らが地上波に出るとなれば視聴率取れますよ。そうだろうが、その人たちだけは使えねえよ。なしだなし。なんでですか？怖いからだよ、上からの圧力がな。ああ、その問題がありましたね。木村に伝えてください。俺はあんたを絶対に許さないと。5人でやるのはもう無理です。スマップを国民的アイドルに仕立てた敏腕マネージャー飯島道が事務所を追放された騒動がきっかけでスマップが解散になったことはまだ記憶に新しい。2016年に解散になって以降、木村は裏切り者扱いされ事務所に残留し、中井は社長に恩を返すかのように2020年まで所属していた。そして他の3人、草薙剛、香取慎吾、稲垣吾郎は飯島と共に独立し、新しい地図として新たな芸能人生をスタートさせている。みんな聞いて、新しい仕事の話よ。吾郎は舞台、剛はネットのスポーツ系番組、慎吾は壁画の作成、あと3人揃ってのネットのバラエティ番組のオファーも来ているわ。おお、さすがみちさん、グループでの仕事だけじゃなくて個々人の仕事も取ってきてくれるなんて。ジャニーズから離脱してもみちさんと一緒ならどこへでも行けそうだな。そうして新天地で意気健康に活動している3人。しかしジャニーズというどでかい後ろ盾がなくなり、むしろ敵に回してしまったことの大きさは彼らの想像以上だった。慎吾のレギュラー番組が終了。これで慎吾の地上波テレビは全滅か。20年近く続いてた番組なのに。騒動からわずか半年で彼らが担当していた番組が3つ終了。そのどれもがスマップに関連付けられる名前だったため、離脱後に終了することは当然といえば当然だ。ただテレビ番組の著作権は局にあり、スマップの商標登録もしていない。番組名を変えリニューアルさえすれば続けられるのだ。しかし実情は表舞台から消えるようなありさまだ。ああ、香取たちすっかり地上波で見なくなったな。前いつ出てたのか忘れたよ。不思議よね、ジャニーズ辞めても勢いはあるはずだし、なんなら局的に使いやすくなったんだから地上波に引っ張りだこになってもおかしくなさそうなのに。まあどうせ裏側でドロドロした思惑があるんだろうよ。姿を消した3人に困惑を隠せない市民たち。そんな中、2018年11月の歌の特番で新しい地図の3人は最も理不尽で屈辱的な扱いを受けることとなった。50年間のヒット曲売上ランキングね。まああの曲は入ってるでしょう。だな。そう考える曲の名は世界に一つだけの花。売り上げは累計300万枚を突破し、教科書にも載るような国民的ソング。もちろん平成のナンバーワンヒット曲とも言われ、その特番のランキングに入るのは誰の目にも明らかだった。しかし結果は。おい、なんだよ、なんで、なんで世界に一つだけの花がカットされるんだよ。スマップに関するものは放送禁止と言わんばかりのまさかの事件が勃発。舞台やネットなど戦う場所はあるはずなのに、地上波テレビだけは一切土俵に上がらせてもらえない3人。解散メンバーという立ち位置は同じなのに、木村と中井がテレビに出続けていることからも何かしらの圧力がかかっているのではと人々が想像するのは早かった。ジャニーズマジで黒い。元々の原因なのにテレビ牛耳ってるじゃん。ネットの番組ですらスマップの名を出せないのはやばい。不穏な思惑が入り混じるテレビ業界。そんな中、ジャニーズ事務所に当局からの調査が入ったという。民放テレビ局への圧力をかけて新しい地図の3人を出演させていないとして、
あなたたちには独占禁止法違反の恐れがあります。徹底的に調査させていただきますね。どうぞ。言っとくけど何も出てきませんからね。そしてその言葉通り、調査の結果、圧力はなかったということが判明。事務所も正式に圧力なしと認定されたことを発表した。ということですので、当事務所が圧力をかけていたような報道はやめてください。名誉毀損で抗議しますよ。こうして違法性も圧力もないとして騒動は終了。ただ圧力はなかったって、当局が動いた時点であるみたいなものじゃない？だよな。あれだけの人気を誇ってる3人がパタリと出なくなったんだからさ、物理的な圧力はなくても無言の圧力はあるでしょう。もしくは忖度などと疑惑の念が消えることはなかった。ねえプロデューサー、彼らを使わないのはもったいないですって。絶対視聴率取れますよ。だから何度も言ってるだろ、使えないんだって。考えてもみろ、新しい地図はトップクラスの人気があっても3人、ジャニーズ事務所は彼らに及ばないもののスター性がある人材がゴロゴロといるんだぞ。だったら総数が多い方を取らざるを得ないだろう。供給カットされたら困るのはこっちだし、実質的に共演 NG にするしかないんだよ。俺だってジャニーズと彼らの共演を見てみたいんだからな。なら、そううまくは回らねえって話。お前もあんまり表だって言うなよ。邪魔者はすぐに左遷されるぞ。それはもう圧力でしょう。もはやテレビ局のジャニーズへの忖度は公然の秘密のようなものだ。実際大御所芸人が構わないと言っているのに戻ってこないのがその証拠だ。こっちにいつ戻ってくるんね。俺らと一緒に出ようや。僕からは何とも。ベイさんの力で何とかなりません？そんなんなんぼでもなるけど、またちょっとあかんみたいなこと言うやつおるしな。新しい地図の対処は円満退社となっているが、本当に円満だったらこのようなことにはなっていないだろう。明確にテレビ業界から新しい地図は干されていたのだが、そこで飯島氏の手腕が光った。そちらの新ドラマにうちの新しい地図の誰かを使いませんか？あなたたちの部署は某事務所との関係が薄いはずです。あまり気にしなくてもいいのではないでしょうか。うちの3人なら全員舞台で培った膨大な経験もありますし、いまだに人気も衰えていません。数字を取るのなら。わかりました。確かにメリットは十二分にありますね。では、はい、こちらこそよろしくお願いいたします。業界の隙をついた飯島。その結果、2021年、香取慎吾の33年ぶりのドラマにして5年ぶりの地上波復帰が決定。しかも主演だ。他にも2020年以降に稲垣は NHK の連続テレビ小説にも出演したり、草薙も映画の主演を果たして最優秀主演男優賞を獲得している。また一番印象に残ったものとしては、年末の恒例バラエティ番組への出演だろう。あれのおかげで徐々にタブーが解けている節がある。あらゆるジャンルで幅広く活動し、地上波にも戻りつつある3人、その姿こそまさしく新しい地図だと言えるだろう。